我が子よ。まさか。でもあれは。待ってください。お父様。あ、レオよ、次はここだ。お父様、やっぱりお父様でしたか。お父様。寄るな、レオ。なぜです。僕はお父様にお尋ねしたいことがあるのに。何か迷っておるのか。そうです、僕はお父様のなったことに反対しました。みんなの前でです。ほらほら、寄るなというのに。お前は父の考えに餅をつけたのか。餅？いや、醤油をつけたのか。きな粉だったかな。違ったかな。バカ、餅の話をしてるんじゃない。ケチをつけたのかじゃ。これ本、つまりだ。ケチをつけたのかと言っとるのだ。はい、家畜を殺したお父様のなさり方には僕はどうしても賛成できません。このジャングルの動物はもとより世界中の動物に幸せになってもらいたいのです。なかなかはっきり言うじゃないか。そこがレオのいいところじゃ。続けろ。本当にそう思うのなら。そう思うのなら。なぜお前は。なぜお前は。毎度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 。なぜお前は正しいことをやり通さないのだ。でも僕はみんなの前でお父様のなすったことを恥ずかしめたのです。子供として僕は苦しいのです。愚か者め。時代の新しいものが新しい道を行くのは当然のことだ。父はお前の餅を、いや、ケチをつけられて帰って嬉しい。何を思い悩むことがあろう。ジャングルの連中が誰も僕に賛成してくれないのです。僕はどうしたらいいか。愚か者め。理不尽なし。ちょっとみんなに反対されたからといってすごすごと尻尾を巻くやつがある。さあ元気を出すのだ、レオ。そしてゆっくり時間をかけてお前の正しさを仲間たちに。仲間たちにどうするんですか。知らせるのだ。なんだっけ。大勢の中にはお前に従う者が出てくるはずだ。お父様、その証拠は。ここにちゃんと3匹とも。あ、いるね、いなった。証拠はちゃんとここに。ここ、騙したな。よくもみんなでお父様の怪我をおもちゃにして。一体これは何のまねだ。僕をからかうつもりだったのか、それとも。レオ、わしらがあなたにいたずらするように見えますかな。マンデジーさんもトミーもここも本当に僕に賛成なの。うん、わかったよ。みんなありがとう。おかげでなんだか元気が出てきた。僕はやるよ。いつかきっとサムソンたちも僕の気持ちをわかってくれるだろう。その日まで僕は頑張るぞ。レオ、万歳。万歳。お父様、僕を見ていてくださいね。